ション、賞金総額100万円。ゾイドワイルドのすべてを知る男、パーフェクトヒューマン片山です。みんなはもうゾイドワイルド手に入れてくれたかな。今回は9月に登場するこの3体のゾイドの中からこのナックルコングを紹介します。このゾイドはゴリラ種のナックルコングというゾイドです。近接の肉弾戦を得意とする中型ゾイドとなってます。それでは各パーツの説明をしよう。大鏡板は前方からの攻撃を防御する強靭なアーマーです。ナックルを打ち付けることでナックルに熱を込めることができます。ダンパーボーンは腕への衝撃を吸収する可動式の骨です。ナックルコングの注目ポイントは何といってもこちらです。背中のこの部分ですね。動かしてみると左右に肩甲骨みたいな骨が動いてます。こちらの部分はデスブラスト時のお楽しみです。それではナックルコング発掘開始です。見てみましょう。見ていきましょう。ゾイドは組み立てるのにニッパーも接着剤もいりません。組み立てたら動くリアルムービングキットです。できました。骨格形態が復元完了です。それでは電池を入れてみましたので起動骨に刺激を与えて動かしてみたいと思います。おー、骨格でも開くんですね。口もパクパクしてます。4速でしっかりと歩いてます。はい、それではアーマーをつけていきましょう。はい、ナックルコング復元完了です。このパワーショルダーがナックルに移動するのがめちゃめちゃロマンありますよね。はい、それでは早速ナックルコングの動きを見てみましょう。おー、ナックルと足でのしのしと歩いてますね。ウホウホ歩いてますね。口もかぶりつくような動きをしますね。デスブラスト胸圧け。ナックルコングはなんと2速で立ち上がります。パワーショルダーがナックルの方に移動します。より肥大化したナックルを胸に打ち付けながらドラミングをします。4速から2速に立ち上がってドラミングなんてすごいですよね。剛腕で相手に殴りかかる屈強なゾイド、ナックルコングでした。みんなも一緒にナックルコングと一緒にドラミングしてください。ウホ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 ウ。コロコロチャンネルでは他にも9月に登場する新しいゾイドとしてラプトール、トリケラドゴスを紹介している動画があります。チェックしてみてください。見せてくれ君たちの本能。パーフェクトヒューマン片山でした。バイバーイ。みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画は